やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、サウンドピーツの耳掛け型オープンイヤーイヤホン、サウンドピーツブリージー。耳掛け型のオープンイヤー、つまり、耳にフックで吊り下げて、耳の穴の手前の位置にスピーカーをぶら下げるデザインのイヤホンは、その装着感の軽さと、耳に負担がかからないデザインから、現在、一気に拡大しているジャンルだ。このチャンネルでも、高価格なものから、このブリージーのような、安価に変えて完成度の高いものまで、幅広いオープンイヤー型を紹介しているな。特に、ここ数ヶ月、オープンイヤーは底上げが凄まじく、サウンドピーツの先代モデル、ゴーフリーになんかも、非常に高い評価で迎えられているぞ。じゃあ、なんでわざわざ新作出したのかって？そりゃ、性能が上がったからだよ。今回紹介する、ブリージーは、コンパクトながら、単体で連続10時間の動作時間を誇り、ケース込みで40時間の再生能力を持つ。OWS は、ながら聞き用途にも適していて、つけたまま過ごすことも多い機種だから、バッテリーの持ちの良さには注意して選択するのが良いだろう。その面で、ブリージーは合格ラインを余裕で超える。が、連続動作時間と価格だけを見ていると、痛い目を見ることがある。ブリージーを含む、イヤーフック型のイヤホンは、固定されたイヤーフックを耳の上でグリグリして、最適な装着角度を探すんだけど、実は、耳の形状の最適解と、スピーカーを耳の穴の前に持ってくる最適解の角度が、大きく違う場合があるんだ。よく聞こえる位置に調整すると、耳への圧迫感が増して、実は意外に疲労感が、ということもあり得るぞ。そこでサウンドピーツは考えました。イヤーフック自体の角度を動かせるようにすればいいじゃん、と。ブリージーのイヤーフックは、カチカチとクリック感のある角度調整機能を備える。耳につけてから、ほとんど力を入れないで調整可能だけど、しっかり装着した後は、何かにぶつかったりしない限りずれないくらいに安定するな。これにより、耳にかかる負担を最小限にしつつ、イヤーフックの角度を深く取り付けられて、なおかつ、スピーカーの位置を耳の穴の真ん前に配置することができて、一気に装着に伴う圧迫感が緩和されるぞ。本当に想像以上に楽になる。また、イヤーフックの材質も、各ブランドによってそれぞれなんだけど。ブリージーの場合、芯に針金が入っていて、その周りをシリコンが覆う、柔軟性に優れたタイプ。ブランドによっては、そのまま硬いプラスチックのフックになっているパターンもあるので、それと比べると、たとえ角度をつけられる仕組みがなくても、かなり装着感は良好だ。これら2種類の仕組みのおかげで、ブリージーの圧迫感はほとんどない。メガネなどで、イヤーフックの最適角度が変わっても、スピーカー側をカチカチ動かすことで、音を最適化できるぞ。装着感と、基本スペック、この二点を備えたブリージーは、家に数種類のオープンイヤーがあったら、気づいたら使っている一台になるはずだ。質感から、スペック面と音質面を、順番に詳細に見ていこうか。まずは外装の質感から。ブラック単色の落ち着いたデザインで、様々な服装に合わせやすい。ただの単色のデザインではなく、ケース、本体ともに、大きくサウンドピーツの頭文字がデザインされていて、その部分だけカーボンシートのような質感になっている。手触りも良いし、見た目的にも高質感だ。ドライバの開口部を見てみると、メッシュの向こう側には 12mm のダイナミックドライバー、20磁石ダイナミックドライバーを採用したもので、低音の質にも自信がある、とサウンドピーツは語っている。実は、この手の OWS に採用されるドライバーとしては小型の部類、似たような仕組みで、耳の穴の表面に押し込む、インナーイヤー、あるいはイントラコン化型の開放型イヤホンの中でも小さな部類だ。そのため、ブリージーはボディもスリムなデザインに収まっている。12mm ダイナミックドライバーは、耳の外で鳴らすには、かなり小さい部類のスピーカーで、低音が拡散しやすいんだけど、それを補正するために、自動で最適化されるイコライザーと、耳との距離を空けない、最適化できるイヤーフック調整機能がある、というわけだ。これらの工夫のおかげで、ドライバー、本体は小型化し、連続動作時間も、このスリムさで10時間、となっている。使用面から見ていこう。先ほども言った通り、このサイズ感で10時間動作はかなり貴重。ケース込みで最大40時間は、遠出でも安心できるスペックだな。ブリージーは長時間の安定性を重視したのか、対応するコーデックは平均的、AAC と SBC に対応し、ActX や LDAC のような、より高音質なコーデックには非対応だぞ。ただ、この部分に関しては、電子的補正で音を強化していることもあって、あんまり高音質なコーデックを使っても、それほど効果がない、という事情もあったりする。個人的には、オープンイヤーは、がっつり音質を求めるものではなく、リラックスして聞きたい時に使うものなので、このコーデックについては納得だ。加えて、ブリージーはマルチポイント接続にも対応する。
スマホと PC、両方からの通話や信号を待ち受けできるということで、この機能の有無でイヤホンを買うか判断する人がいるくらい重要な機能の一つだ。それと、サウンドピーツのイヤホンは、制御アプリに対応する。対応するのは、黒いロゴのピーツオーディオアプリの方。古いサウンドピーツアプリと間違えないように。ピーツオーディオアプリを導入すると、ゲームモード括弧低遅延モードへのアクセスや、タッチキー操作の変更が可能となる、キー操作をカスタムできる機能はかなり便利なので、導入をおすすめするぞ。それから、ここから、目玉機能のダイナミック EQ のオンオフも可能だ。ブリージーは、低音を補正して、強調するこの機能のおかげで、小型化の代償である、低音の減少を補っているので、基本的にはオンを推奨する。出荷設定でもオンのままだ。実際、オフにすると、かなり低音域が減少して、いかにも小型ドライバーをそのまま鳴らしたような音になる、このダイナミック EQ のような機能のおかげで、昨今のコンパクトながら力強いスピーカーの音色が実現している、というのを実感できる項目だったな。繰り返すが、オンのままにしておくことを推奨する。オフにすると明らかに音が軽くなるぞ。というわけで、ブリージーに関する性能面での評価はこんな感じ。ここに、実際に使ってみてわかる、装着の軽さが加わって、総合的な使用感の評価になる。繰り返しになるが、あともう1歩く硬さの残っていた、オープンイヤーに、もう一つ可動軸を加えることで、一気に軽さをもたらしたところが、ブリージーの注目すべき点だ。そして、そのメリットを無駄にしないよう、小型軽量に作られつつ、10時間連続動作を実現する総合能力は評価するべきだと思う。あとは、実際の音質評価だ。ブリージーは、ドライバの位置を調整できるメリットによって、そのドライバが小さいことを補っている。12ミリのダイナミックドライバは、この方法で音を鳴らすには、本来力不足で、軽い音になりやすいんだけど、ダイナミック EQ と、耳との位置の最適化によって、これらの弱点を打ち消しているんだな。ブリージーを聞いて感じたのは、素直な高音域、十分な中音域、そして引き上げられている低音域だ。ベース部分の音色については、明らかにドライバの素性より強く出力されていて、他の臨場感のある開放型と大差ない。空間表現については、ちょっと癖がある。インナーイヤー型に近い空間表現なんだけど、低音をブーストしているので、低音だけが近い印象だな。また、低音をブーストしているので、高音域側の抜けの良さと低音の量感が強く主張するため、ボーカルは最前線、という印象はない。高音がソリッド、低音がしっかり量感のあるドンシャリ感のあるサウンド、というイメージだった。イコライザで低音を強調しているため、高音と低音の温度感がはっきり分かれている。高音がはっきりしたサウンドが好きな人にはおすすめだな。低音は他の OWS とほぼ差がないくらいまで引き上げられているんだけど、12mm ダイナミックドライバの癖が高音側に残っている印象。ハキハキした高音が欲しい人には、魅力的なバランスじゃないかな？破綻するレベルではないけれど、個性はある、というのは注意しとこう。というわけで、ブリージーは、120点の装着感、100点の性能、そして、小型ダイナミックドライバで小型化しつつ、しっかりと音色を確保しているイヤホン、という印象だった。特に、フックスライド機構はよく考えられて作られていて、より最適なフィット感と、圧迫感のなさを提供するぞ。特に、この装着感の軽さと締め付けのなさは、他のモデルではなかなか感じられないレベル。価格もサウンドピーツらしい魅力的なラインに収まっているし、マルチポイントも多様だ。今、オープンイヤーは、他社と差別化する後もう一歩くが足りない状態なんだけど、その後もう一歩く、ブリージーにはあるぞ。といったところで今回はここまで。